ケイリッヒ・ルードヴィッヒ・ヴァイスビアあ、なんか高貴な香りがするな。あ、チョコレートっぽい。これが本場ドイツのフレッツェ。炭火かな。まふまふ。どうも、ハンサムクロジです。今日はですね、新宿オクトーバーフェストのビールの試飲会に来ております。いろいろビールを飲んでいきたいと思います。これは何ですか？プランクエクスポードドゥンケルとかっていうね、ビールです。ドイツバイエルン州中部。なんかいろいろ書いてますけど、黒ビールみたいですね。あんま黒ビール好きじゃないんだよな。あ、いい匂いでも。いただきます。あ、これは飲みやすい。美味しい。甘い。これ飲みやすい。続きましてこちら、ケーニヒ・ルードヴィヒ・ヴァイスビアですね。ケーニヒ・ルードヴィヒ・ヴァイスビア、バイエルン王家の末裔が経営している醸造所のビールっていうことでね、なんか、あ、なんか高貴な香りがするな。王家の香りがしますね。飲みやすい。ちゃんと個性がある。うん、そうですね。癖はないけど個性がありますね。コメントそのままもらって YouTube に載っけよう。で、YouTuber だよ。うん、爽やかですね、これは。バルシュタイナーベラムです。香りがやばいね。世界的な名水、カイザー・クベッレー線の天然水を使用してる。水がいいんだから。飲みやす。すっげー好き。めっちゃ飲みやすい、これ。全く癖がないですよ。なんだろう、炭酸水飲んでるみたい、これ。そんなことはないか。じゃじゃーん、すごいかっこいい陶器のグラスですね。アルコブロイウアファスっていうビールです。深さ96メートルから汲み上げられる地下水と高品質な原料にこだわったビールということで、まろやかな苦味が特徴。日本初上陸だそうです。苦味がまろやか。あ、でもなんかこう後からコクみたいな、結構強い香りがしますね、これは。結構苦味が他のものより強くてすっきりしてますね。飲みやすいけど後味がいいですね。美味しい。はい、続きましてこちらはパウラーナーヘーフェーバイスビアです。バナナ、クローブ、パンの香りがある。すごい甘い匂いがする。なんか確かにバナナっぽいかも。酸味もあってフルーツビールっぽい感じですね。美味しい。デザートとかにも合いそう。おつまみとかじゃなくてケーキとかと一緒に飲んでもいいんじゃないかってくらい非常にいい感じです。続きましてこちらホフブロイドゥンケルです。黒ビールですね。軽い味わいの黒ビールということで、いただきます。僕あんまり得意じゃないんですけど、あんま得意じゃないとか言ってもさっきも普通に飲めてたしな。美味しいですね。これも口に入れた瞬間結構甘い感じなんですけど、喉の奥に行くにつれてちょっと苦味が出てきて、最後すっきり飲めるっていう感じで、黒ビール好きな人はいいかも。ホフブロイオリジナルラガーです。さっき飲んだホフブロイの、黒ビールの黄色い方。ああ、苦い。一番苦いかも。でもすっきりしてて美味しい。香りが結構長続きするというか、後味が長引くので美味しい。でも僕あんまり後味残られてもちょっとあんまり嫌なんで、あんまりこれ好きじゃないかな。この中で言ったら苦味が結構残る感じで。最後はこちらアインガーアルトバイリッシュドゥンケルです。こちらも黒ビールですね。アルトバイリッシュドゥンケルの黒ビールなんですけど、このビールも日本初上陸だそうです。チョコレート煮の甘み、飲んでみよう。あ、チョコレートっぽい。喉超えるあたりでチョコレートっぽく、飲みやす。苦くないですね、全然。そして酔っ払ってきた。あ、やばいやばい。全体的に全部飲みやすいんですよね。これですね、アルコブロイクアファス生ビールでした。すげえ美味しい。これてか飲みやすい。めっちゃ苦いのとか得意じゃないんで、こう喉越しがすっきりしてるのがいいですね。そしてですね、なんとこちら見てください。じゃじゃーん。ついでにこっちにも見せてもらっていいですか。さっきの見せて。あ、やべ。ザワークラフトとソーセージとプレッツェルです。これをおつまみに残りのビールをね、楽しみたいと思います。いただきます。おいしい。キャベツの漬物です。すごい美味しい。プレッツェルです。うまそう。おいしい。
これソーセージめっちゃでかい。うまっ。もうどれが一番とかないですね。全部美味しい。やべ、超赤い。これプレッツェルってこんなでかいんですね。これが本場ドイツのプレッツェルなんですね。めっちゃうまい。これいや普通に黒ビールがこれっていう風に最初に覚えたら黒ビール苦手な人って減るような気がします。うん、減る減る、うん、バナナ、バナナ、アルコール塩がうまい。はい、じゃあ行くと、マスタードです。いや、ソーセージにカレー粉をかけるそうです。これ酵母は何なんですかね。カリーブルストって言って、なんかドイツでは人気らしいです。あ、うまっ。はい、というわけでもう顔真っ赤なんですけど、なんかね帽子を見つけました。なんかドイツで買ってきたそうです。もう酔っ払っちゃってるんで、もう何でもありっていう感じです。かわいいですよ、この帽子。あ、なんか別なのもありますね。あ、これもかわいい。何の抵抗もなく。あ、俺これにしよう。これあれじゃん、ジョッキじゃん。男性もいいんですか、来て。男性も来ちゃいました。お酒でバカになって歌うというわけで、これは何ですか。ドイツの民族衣装ですか。ビールとかのイベントでこう女性がね着る衣装を着させていただきました。こんな感じです。じゃじゃーん。すね毛からめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、なんかこんなここ空いた服着たことないんで。乾杯。いや本当にね、楽しい試飲会でしたね。ご飯も美味しかったし、ビールもねいっぱい飲めたし、でこんな格好までしましたし、ちょっと楽しかったです。今日、飲んでみたビールはですね、新宿オクトーバーフェスティバルで飲むことができますので、ぜひね足を運んでみてください。詳しいことは概要欄に書いておきます。ではまた、バイバイ。着替えちゃったんですね。そうなんです、着替えちゃった。可愛かったのに。ありがとうございます。女装を褒めていただきまして。モフさんです。はい、私たち異色音楽ユニット最終未来兵器モフモフモフ、よろしくお願いします。毎週土曜日東京 MX で10時半から会心の一撃流れてます。見てください。見てください。武士モノテレビ、武士モノテレビのエンディングで使われてます。 CD 買ってね。オリコンで初登場、はい、あ、はい、10何位でしたっけ。 ありがとうございます。そうなんです。そうなんですよ。そうそう、めっちゃ調べてきたんです。あ、そうですね。ありがとうございます。持ってますね。持ってますね。かっこいい曲だな。まあ嬉しい。和風な感じと、はい、ロックな感じと分かってて、はい、もうダンスもかっこよくて、ライブ来てください。ライブ、あ、もうライブ行きたいと思います。明日あります。明日あるんですね。わかりました。ちょっと予定開けて。明日じゃあ、はい、まだ予約書いてください。あ、わかりました。多分行ける。証拠に残りましたから、ね、絶対来ないとライブ。、はい、ありがとうございました。バイバイ。